徳之島空港徳之島空港付近の空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに、作成徳之島空港付近の空中写真。ジェット改以前の滑走路延長線200メートルの頃。国土交通省国土画像情報をもとに、作成徳之島空港は、鹿児島県大島郡天城町にある地方管理空港。愛称は徳之島小宝空港。 徳之島北部の西海岸リーフ上に埋め立てて建設された。徳之島鹿児島便は日本航空が Z 機で1日2便を就航していたが、換算機には搭乗率が50%を切り、日本航空は2010年4月から日本エアコンューターのボンバルディア DHC89-400 に置き換え、便数を従来の1日2便から1日四便へ増便した。これにより、 徳之島空港を発着する便はすべてプロペラ機で運航されることになった。2017年10月29日より約7年半ぶりに日本航空のジェット機による運航が再開した。年間利用客数は合計20万1021人。ターミナルビルは平屋作りのため旅客乗降は中機場からの減速タラップやスロープを使った方法となる。 ターミナル内総合案内所、有料待合室、コインロッカー、飲食、物販店があり、展望デッキは2階空港ターミナル屋上となる。ターミナル施設内部2010年1月25日、沖縄県の普天間基地移設問題で、政府与党民主党の牧野青州衆議院議員と関係者が来島した。党内参庁長と会談し、普天間基地の県外移設先について、 移設候補地として Z 空港だから、徳之島がベストと伝え官房長官との面談を要求した。また、徳之島に移設する場合に、徳之島空港の施設を活用する構想を表明した。しかし、米軍基地移設は、奄美群島の世界遺産化などを検討している中で、逆行するものであり、甘み群島を引いては県全体の問題として、山町長とも、 受け入れ反対で一致した。26日には、鹿児島県知事にも山町長の統一見解を表明。27日には牧野議員事務所側にも反対表明し、官房長官との面談も拒否する意向を伝えた。2月4日には自由民主党の平沢勝栄、衆議院議員と山本和田参議院議員が来頭し、山町長、町議会議員、住民から意見を聴取した上で、 断固反対の意思を確認した。運行本数、所要時間、料金等の詳細は、該当項目や公式サイトにて、最新情報を確認されたい。ABCDEFG、徳之島空港、県内の空港、鹿児島県土木部港湾空港課、2015年9月24日閲覧、AB、館内空港の利用状況外教習計表、 国土交通省大阪航空局 P22020 年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月5日閲覧徳之島空港関内空港の現況と鉄先機関国土交通省大阪航空局2013年12月14日閲覧 JAL 来年度から鹿児島奄美など機材庫が高え南海日日新聞 h t t p w w w n a n k a i n n c o m k i j i b a c k 0 9 1 2 0一一と1 1 h t m 2零一三年十二月十四日閲覧。愛称は、徳之島小宝空港、開港5十周年記念式典を開催、南海日日新聞二千十二年二月二十七日。 アーカイブド2013年3月29日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、徳之島空港が提供するサービスの内容。徳之島、奄美ミ全便が復活。ジャック・ハット、ジャック、奄美群軍島沖縄、那覇間の新規路線を開設。奄美群軍島国立公園指定の決定を受けて、日本エアコミューター、オリジナルの2020年5月5日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 0 5 0 5 1 7 4 8 3 4 h t t p w w w j a c k c o j p p r e s s r e l e s e p d f 2 0 1 7 0 3 0 3 p d f 2 0 2 0年5月5日閲覧 年末年始に徳之島イコール伊丹線の直行便を運行します。普天埋設先に徳之島民主議員が打診山頂長京日南日本新聞2010年1月28日付、普天埋設徳之島山頂長再び反対自民に議員と意見交換南日本新聞2010年2月5日付。ありがとうございます。